こんにちは、ブログの川野宇田です。今日はどうせコメントするなら一目置かれるコメントをしようというお話をしたいと思います。この動画をご覧いただければ、他人のブログにコメントする際に書き手に一目置かれるためにはどのようなコメントを残せばいいのかというヒントを得られると思いますので、ぜひご覧ください。で、まず大前提として最初に言っておきますね。私はアクセスアップのためのコメントっていうのは絶対しないでくださいと言ってます。自分のブログを見てほしいから他人のブログにコメントを残すっていうのは絶対やめてください。例えばですね、この動画の下にコメント欄ありますが、そこにとてもためになりました、私も動画配信してますのでぜひ来てくださいねみたいなコメントを残す人って結構多いんですよ。それっていうのはこの動画に対するコメントを残したいからコメントしたのではなくて、もう明らかにその人のブログ、自分のブログに来てほしい、自分の動画を見てほしいからコメント残しましたよって言ってるのが見え見えなんですよ。そのようなアクセスアップのためのコメントっていうのは嫌われるだけですから絶対しないでください。そこからアクセスっていうのももう本当にないですから。で、それを大前提とした上で、本当にコメント残したい時ってありますよね。ものすごいためになった、このブログのおかげで本当に助かったっていう時ありますよね。そういった時に、私もあります、コメント残したいなって思う時、そういった時はぜひしてくださいコメントを。で、その時に一目置かれるコメントっていうのはですね、この2つを意識するだけなんですよ。コメントする場所と内容です。コメントの内容です。どういうことか、まずコメントする場所なんですが、これ本当重要ですよ。コメントする場所です。ブログの書き手がいます。そして、あなたがいます。このブログを見た時にとてもためになった、でもなんかちょっとここだけよくわからないところがあったとしますよ。疑問を持ったんです、このブログに対して疑問を持った、その時にここにコメントすればいいじゃないですか。なのにですね、この人の Facebook に直接メッセージを送ったりする人がいるんですよ。ブログ見ました、教えてほしいのですが、こういうのはこういうところはどういう意味なんですかみたいな、もしくはこの人のメールアドレスに直接メールを送って質問する方とかも見えます。それらっていうのは1対1ですよね。1対1のやり取りなんですよ。メールや Facebook のメッセージというのはあなた対書き手の1対1のやり取りということです。これはつまりどういうことかというと、別の人がこのブログ見ますよね。その時にあなたと全く同じ疑問を抱いた時に、またこの人から同じ質問が来るんですよ。ここに書いておけばですよ、ここにコメントを残しておけば、 Facebook やメールでなくてここにこのブログに直接メッセージコメントを残せば、ここでやり取りできます。この質問に対する返信をコメントで返しますよね。するとまた別の人が見に来た時に同じ疑問を持ったとしても、過去のコメントを閲覧するだけで、あ、そうか、そういうことなのかって解決することができるんです。要は1対1ではなくて1対全ての人っていうことが可能になるんですよ、コメントで残すことによって。これを分かっていればですね、書き手のことを思うのであれば、書き手のことを考えるのであれば、どう考えてもここでやり取りした方が全ての人に有益ですから、これだけで本当に一目置かれますから、書き手に直接メッセージを送るよりも。で、さらにですね、別のパターンもありまして、ブログにコメントするのはいいんですよ。ブログにコメントするはしてるんですが、なぜか、例えばこれが2010年の1月1日、要は過去の記事だとします。2010年の1月1日の記事、これを読んだ時にわざわざですね、最新の記事にコメントする人がいるんです。2010年1月1日の記事を読ませていただきましたと、こういうことで大変ためになったんですが、この辺はどうなんですかっていうようなコメントを最新の記事にするんですよ。なぜか、おそらくこれは4年も前の記事ですから、ここにコメントしてももしかしたらコメント見られないんじゃないかなって思われてるのかもしれませんね。
でもそんなことは全然ないです。過去の記事でもいつの記事であってもコメントすれば必ず通知が行くようになってますから、もう記事に対して直接コメントしてください。いちいち最新の記事にコメントする必要はないです。で、最新の記事にコメントすると何がいけないかというと、まあ2014年の4月19日です、今日は。その記事にですねコメントを残すということは、2010年の記事に対するコメントがここにあるんですよ。するとですね、また別の人がこの記事を見た時に、なんかコメント、あれこれ記事と関係ないやんって思ってしまいますよね。ちょっと意味が分かりませんよね。なのでここがまたコメントの内容につながっていくんですが、コメントする内容というのはこの記事に関連のあるコメントをしてください。後からですね訪れた人にとって、全てにとって有益になっていきますから、そのコメント自体が、コメントのやり取りが全て有益になっていくんですよ。この記事に関連のあるコメントであれば。最悪なのがとてもためになりました、それにしても髪の毛伸びましたねとか、もうそれこそ直接メールでやり取りしてくださいって話なんですよ。髪の毛伸びましたね、そうなんですよ、そろそろ切ろうと思ってるんですよ、そんなやり取りをコメントで一生残しておく必要はないんです。なぜならその他大勢にとって全く興味ないことですから、関係ないところですから。コメントするということはここに一生残っていくんですよ、そのやり取りが。ってことはですね、この記事に関連のある内容であれば、この記事に訪れた人にとって有益なやり取りということになっていくんですよ。このようにコメントする場所、そしてコメントの内容、この2つを意識するだけで書き手に一目置かれます。この人が有名であればあるほど、有名な人というのはコメントする人数というのも増えてきますよね。とても勉強になりました、ためになりました、ありがとうございました、髪の毛伸びましたね、そんなコメントの中にですね一人だけこの内容について触れている人がいれば、あ、この人分かってるなってことで一目置かれるんです。で、一目置かれるということはどういうことかというと、どうなるかというと、この人どんな人なんだろうって興味を持たれるってことなんです。その他大勢のためになりました、勉強になりました、ありがとうございましたっていう、その他大勢の人は一目置かれませんから興味が湧かないんです。なのでその人のブログを見ようってことはまず思いませんが、そういった的確にコメントする場所の内容をちゃんと意識されているコメントっていうのは、この人どんな人なんだろうなって興味が湧きますから、ブログに訪れてくれるかもしれませんよ。このことぜひですね意識してください。どうもありがとうございます。